こんにちは、トリカラチャンネルです。このカブトエビちゃん、どうしたの？脱皮直後でダウンしちゃってます。成長して体が大きくなるほど脱皮が大変みたいです。元気になったみたいですね。しばらく休んで回復しましたね。さて今回はカブトエビの成長に備えて新たな飼育ケージを準備してみました。この観察しにくいケージから早く引っ越しさせたいです。間の1週間を無事に超えたら引っ越しですね。どんな水槽買ってきたの？お見せしましょう。チェックスのプラケースですね。そうです。しかも超便利な機能がついたプラケースです。便利な機能って何ですか？言葉で説明するより実際に見てもらいましょう。素早い手の動き、早送りだよ。プラケースの底の方がごちゃごちゃしてますね。こうやって水を入れていくでしょ。これね、上から水を注ぐと底面の水が排出されるんですよ。なるほど、そのためのごちゃごちゃ構造か。すごーすげーなー。これ考えた人マジ天才。粒の大きめな底砂を敷いてカブトエビちゃんにあまり負担をかけずにお手軽に水交換できますね。もはやカブトエビ飼育のために設計されたんじゃないかと、そう思えるくらい理想的って思っちゃった。孵化用のケージには適さないかもしれませんね。そうですね、カブトエビちゃんが小さすぎると底面に吸い込まれちゃいますね。カブトエビ飼育セットのケージのままで、セットに付属している餌だけを与えていますと、あまり大きくは育たないかもしれません。飼育セットの備品だけで1ヶ月以上飼育できたら、とてもすごいことだと思います。